ここはあのカヌーとかカーリングとかが有名なんですか。はい、じゃじゃーん、バタジャガという商品があります。キンガールがスナックのママで、で買収したというです。さあ今日はね、南富良野町ということで、はい、2022年の6月23日にめでたく、フェアフィールドバイマリオット南富良野が開業したということでございまして、はい、そして、こちら、はい、観光協会の、はい、南富良野町づくり観光協会、小林と申します。よろしくお願いします。本日は、ね、本日はもうおめでとう、いやいや、はいはい、特別にちょっとご案内いただけるということで、はい、ほんまに申し訳ないです。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあちょっとこちらから、はい、ここはあの南富良野物産センターですね、はい、道の駅の真ん中の中核施設になってます。はい、中に入ってみると、はい、なんか泳いでるのがいると思います。はい、それは見せていただきましょう。ここはあのカヌーとか、はい、カーリングとかが有名なんですか。はい、この町はあの金山湖という湖で、カヌーができるのと、ソラチ川でラフティング、それとあと、冬はね、氷がだいたい 5,60 センチ張りますんで、ワカサギ釣りができます。もちろんもうラベンダーも生えてますし、もう一つ映画ポッポ屋、鉄道員ポッポ屋という映画が1999年の高倉健さんの映画がここで撮影された街です。ああ、そうなんですね。はい、なんかオリンピック選手とかも輩出されてるとか。そうですね、カーリングの方はあの、3人、3人も、はい、目黒萌えさんと、それから、はい、合わせて3人ですね。はい、一瞬忘れました。一瞬名前が、はい、はい、さてさて、はい、おっとこっちを向いてるマスちゃん、マスちゃん、サケちゃん、これはですね、幻の魚って言われてます、日本の淡水魚で一番大きくなる伊藤という魚です。あ、伊藤っていう魚、はい、あそことここにいますね。伊藤さん、はい、でこの湖、金山湖には、まあ、こういうやつが大体今、産卵に上がって600ペアぐらいいるんですけれど、今まで一番大きかったやつが、まあ、僕が知ってる中では1メーター27センチで23キロという、伊藤が釣れたことがある。どのくらいの大きさか分かりますか。調べてみました。小学校2年生の平均身長、平均体重が、確かに確かに、なんで釣りをすると小学校2年生が連れてくるという、おいおいおい、まあ、だんだんよくわけが分からなくなるんですけど、まあ、127センチで23キロっていう、23キロ、はい、今まで一番大きいやつですね。でマスカか何かですか。そうです、サケとかマスの仲間ですね。ですよね、はい、めちゃめちゃこっち見てるやん、かわいいな。はい、美味しそうだと思って、でこの辺がよくいわゆる取れるってことですか。はい、住んでます。あ、わかりました。あとここにまた大きいやつがいますね。はい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 、イグマちゃん。あ、この辺なんかクマ出るんでしょ。そうですね、この辺の中でも一番大きいやつですね。これがだいたい高さ的に2メーターいくつぐらいありますし、うわ、ちょっと実際体重は400キロあったの。はい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 、ちょっとなんか剥製屋さんがケチって中に詰め物を少なくしてこんなスリムになってますけど、あ、ほんまはもっともっと体もね。そうですね、まあでもこんな手でね、叩かれたらやっぱり死んじゃいますよ、ね、いやいや、ほんまですわ、はい、まあ、この歯も本物だし爪も全部本物です。もうこういうヒグマとかもこの辺には。そうですね、ヒグマがいて、エゾシカがいて、キタキツネがいて、いろんな動物がもうその辺を歩いてます。はい、いやいや、その辺も含めていいですよね。はい、でこちらの方とかはなんかこうちょっとフードコート的な感じですか。そうですね、こちらが勝斎さんという、勝屋さんで、こちらはね、この今月末に向こうのフードコートの方に移る勝屋さん。なるほどなるほど、はい、って感じなんですね。はい、はい、うちの町で小池屋さんのポテトチップス作ってるので。小池屋さんってこっちの方なんですか。はい、隣に工場がありまして。あ、そうなんや。南富良野がジャガイモの町なんで、はい、それでそこに目をつけて小池屋さんの工場があのうちの町にあります。へえ。で今年から売り始めてるのがこの南富良野チップス。お、はい、もうまさに南富良野の名前がついたポテトチップス。はい、お値段も素晴らしい、お値段でございますが、どう素晴らしいか。いやいやいや、安いということですか、高いということですか。いや、もう特別なポテトチップスなんで南富良野の芋で作った、南富良野で作ったポテトチップス。でこの子はあれなんですか、南富良野のゆるキャラの、はい、ゆるキャラの南ちゃんですね。
でもうトウモロコシとこれ人参でしょ、人参ですよね、これ人参でしょ、ね、これカーリングか、頭カーリングでカヌーのパドルに芋のシュシュ、ジャガイモのシュシュというですね、もうすごいベタで組み合わせればいいみたいになってるじゃないですか、はい、けど可愛いですよね、可愛いですね、はい、こんなものを作ってます ね、なるほど、はい、でここは、こう物産展みたいな、そうです、ここは南フラの新興校舎の、はいはい、物産センターになります、なるほどなるほど、はい、でじゃじゃーん、今これがですね一番売れている商品がもう30年近く売れ続けているやつで、お前バタジャガという商品があります、で丸ごとの、男爵芋のところにバターが入ってくるので名前からして何か分かるといういや完全にジャガバターひっくり返しただけやん、そうなんです、でもねこれ一応これ登録商標なんですよね、バタジャガって、バタジャガが登録商標なんですよ、30年近く、うんうん、レンジでチンすればすぐジャガバターが食べられるという商品です、ね、いやいやもうジャガバター言うてもいやいやはい、バタジャガーが食べれる、あの塩辛のせれば函館風だし明太子のせれば博多風という、あとは、ね、いやまたこのサイズ感がいいですね、そうですね、あとはこれ中間食材で他の料理に変えることができるので、あなるほどなるほど、カレーライス作ってジャガイモ入れ忘れた時に、ね、最後にこれを投入するとなんとかごまかせるとか、確かに確かに、いろんなことができる、こっち小売りでも売ってたりする、そうですね、小売りで売っております、ね、いいですね、はい、タジャガか、他になんかこうおすすめのもんとか、そうです、ね、もう単純にみなみちゃん自体も押していってるし、みなみちゃんも押してます ね、はい、これを買ってプレゼントっていうのもいいかもしれない、そうですね、もうここにしかないみなみちゃんですから、ね、あのタッチのみなみちゃんとはちょい違うみなみちゃんこれしかもフラノではもう手に入らないでしょ、南フラノじゃないと手に入らないんでしょ、はい、南フラノの南ちゃんです、ね、はい、そうですね、フラノちゃんじゃないですか、こちらが町内出身の演歌歌手、石上久美子さんですね全然南は関係ないですけどもうデビューして37年頑張ってください、こちらの、はい、この辺にが地元の方ですか、そうなんですね、それは応援したい、これはい、どこそこ南フラノっていう自虐的な曲がありましてで、どこそこ南フラノ、はい、でこれ一応作詞家が金山金山先生っていうんですけど、まあ、金山金山と書いて金山金山ですが、まあ、一応私があの金山金山なんですけどCD あげましょうか、僕やろこの間初めて著作権というか入ってきました。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんや。いやいやいや。いや、ほんで他なんかこの辺ラベンダーも有名ですし。そうですね。ラベンダーも有名ですね。ですしね。はい。他何かおすすめありますか。あとはそうですね。この先ほど言った向こうの道の星澤幸子先生です、ね。あ、はい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 、はい、先ほどのお店のね。はいはいはい、この辺のご出身の方でということでもね、はい、YouTube もされてる。あとこちらですね。はい、あ、普通にジャガピリカとか白い恋人も売ってる。あとこの辺のプリンとかです、ね、ああはい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 、だからそう南フランらしいことになってくるとやっぱりここですかね、この先ほどのトマトジュース、ああトマトジュースね、飲めば死ぬまで長生きというトマトジュースと、はい、それからエゾシカの商品ですね、はい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 、このエゾシカサラミとかね、はい、サラミとか味噌煮とかですね、飲めば死ぬほど長生き、死ぬまで長生き飲めば死ぬまで長生き、それはいやいや、まあ人間みんないつも死ぬまで長いし、ここ普通のこと言うてるだけ、人間用なんですけど、こっちがペット用ですね、ペット用、ペット用もあんねや、あのエゾシカ肉ってどちらかというと脂が少なくて赤身のもも肉みたいなんですね、なるほどなるほど、ペットにもいいんですね、はい、ペットにも健康にいいので、うんうん、なんか人間用よりも最近ペット用の方が売れてる、だってこんなエゾシカのアキレス腱なんて、はい、なんかすごい、なんかね気をつけてあれしないとね、酒のあてで食っちゃいそうですよ、つまみで食っちゃいそう、確かに確かに人間がねいっちゃいそう、はい、これけどペット用やもんな、これは全部味がついてないので、とってもいいとかいう商品感じですね、はい、このあたりでしょうかね、はい、はい、ありがとうございます、すいません、さあじゃあ次はね、こっちが新しい施設でできたところですか、そうですね、4月27日にできたばかりのモンベルです、ね、モンベルさん、はい、北海道でも一番大きなサイズのモンベルですね、ね、はい、すごい、じゃあここをねちょっとだけ案内していただけるということで、はい、行ってみよう
いやこれ建物立派やな。そうですね、2300人の町なんですけれど、モンベルさんとして今120ぐらいお店出してる中で、一番人口の小さい2300人の町に一番大きいような店を出したということになってます。素晴らしい。まあ、それもこれもうちの町はカヌーとかラフティングとかそういう体験観光がすごい有名な町なんで、まさにうってつけの ね、はい、ね、お店ですよね、はい、アウトドアグッズがね、はい、豊富 でモンベルのお店だ。ここにモンタ君がお迎えして、これモンタ君って言うんや、モンタという名前はついてモンタ君こんにちは。はい、こんにちはモンタ君、モンタ君に訳してくれてるわこんにちは、はい、こんにちはよろしくお願いしますじゃあちょっと軽くだけお店をね、はい、あ、この結構広いお店なんですね、はい、260坪っていうなんですが、木はね全部南富良野の地元の木材を使ってます。ここはもしかしたら体験みたいにできるような、はい、そうですね、ロッククライミングができるの体験できるようにしはるんかな。そうですね、ですかね、土曜日日曜日は毎週やって、あ、しはるんや。子供たちがいっぱい登って、はいはい、でもうギャラリーの方がみんなで周りを見てるっていう。私もこの間ここを登ったんですが、最後のね左手が出なくて眠って状態止まってミンミンという状況になっちゃって、最後はまあ落ちてくるしかなかったんです。いやいや、けど小林さんこれ登れるはるんですか。すごいですね。でもこれ安心なのがワイヤーがついていて、落ちた時でもゆるっと落ちてくるので、まあね、下に落ちることがないんで、はい、すごい楽しいです。小林さんもずっとカヌーとかそうです、ラフティングとかずっとされたんですよ。僕はカヌーがずっとやっているので、ね、30年ぐらいされてる。40年ぐらい40年もされてるでしょ。だけどこういうアウトドアが好きなんで、ね、まあ、そんなお店がこの街にできてすごく嬉しく思ってます。お前ですね、はい、まあ、まあ小林さんのような方がねこの街を応援されてたらね、はい、もうほんまにいいと。あとは自転車とかカヌーとか。あ、お前、お前あっちにカヌーも置いてるわ。いや、まさにあんなんを乗って、ね、この、何川でしたかね、ソラチ川というか、ソラチ川、はい、川を下るんですけど、ってことですよね、まあ、こういうね全部があるお店ってなかなかないので、北海道でもそうですよね、はい、え、これカヌーも売ってるんですか。売ってます。うわ、お前は19万なんぼとか書いてるわ、はい、こんなんも買えるんですね。そうですね、もうお店に言えばお持ち帰りでお包みすることもできますけどこれ飛行機乗れんの？これはちょっと無理かも。そういう時はこういう空気式の、ね、空気式の、はい、送ってもらえるのかな、うん、多分その、地元で引き取りになると、ね、もうこっちに置いとくから、はい、こっち来て乗ってねみたいな感じかもしれないですね、はい、いや、こんなものもいいですね。で、まあ、なるほど、ああいうカバンとか靴とかも売ってたり ね、もう全てのものも、アウトドアグッズはもうお任せ状態っていう感じですもんね、はい、モンベルさん。あとはオリジナル T シャツがございまして、あ、ありましたね、さっき、はい、南富良野の、はい、これもやっぱりモンベルさんが作ってくださってるんですか。そうですね、はい、へー、こちらにこれですよね、はい、これ冬のそのお店ごと の特徴のあるオリジナル T シャツ、これはここに来ないと買えないやつですもんね。でカンヌーとカヌーと、それからワカサギ釣りと、あ、ワカサギ釣り、はい、で北海道の真ん中にありますよ、はいはいはい、あ、これ北海道、あ、ここって北海道の真ん中なんですか。そうなんですよ、真ん中なんです。おへそ、北海道のおへそ、はい、がそうですね、富良野なんで、そのちょっと下ですね、あ、この辺なんや。そうです、そこにいます。はい、今、いや、いいですねこれもう、はい、もうここでしか買えないですもんね。そうです、ここでしか買えないんで、僕ももうオープンの日に3つ買いました大人買いし3種類3種類ですよね。いや、いいと思いますわ。俺も買わなあかんな。さっきモンベルで全然違う雨がっぱみたいなのを買った、はい、あれも買わない。北海道寒いですからねそうなんです、今日お昼めっちゃ寒かったんで、はい、ありがとうございます。で、まあ、こちらがモンベルさんで、はい、一旦外出ると向こう側にレストランと食事のがあるんですよね、併設されてるんですよね、はい、もうなんかそのモンベルさんの施設ってなんか中にスターバックスさんが入ってたりとか、はいはい、なんかそういう感じで併設されてたりとか多いんですけど、はい、ここはですね、はい、金子さん自体が洋食というかホテルの食事をずっと修行されてる方で、その後、はい、こういうレストランされてるんですけど、そうですね、このオムハヤシなんかはあれ、そこに、ね、お肉が牛肉ゴロゴロ入っておりますし、はい、いやいや珍しい、ね、あとはいい、ね、このハンバーグ定食なんですけど、これ本当にハンバーグがこの大きさというかですね、あ、お話聞きましたけど、偽りなし、いやいや、あの
食品サンプルが大きく作ってきたんで、そう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 、大体ね、で負けられないと思う大きいハンバーグ、ね、画像よりちょっとね貧相になってること多いですもんね、はい、もうそのまんま、はい、そのまんまで攻めてくる、はい、ゆっくり行けないで本当になんか普通のこう洋食を普通のお値段でみたいな感じで、ラーメンも本当旭川ラーメンの本当にいい味がします。いやいいですね、はい、こんなところでお腹いっぱいになってもらおうということです。営業時間の方が、お昼と夜と分かれてるんですね。そうですね、お昼が11時から3時ぐらいまででしたかね。2時半ラストオーダーですかね、はい、3時までですね、はい、で一旦クローズして、夕方5時から5時から6時半ラストオーダーで7時までっていう形で、はい、ますね、ですからあのホテルの、ね、お客様も、はい、あの泊まられてまずチェックインしたらこちらでお食事っていうのがすごくおすすめです、うん、ですね、はい、あのホテル自体に、ね、レストランも入ってませんのでね、はい、ぜひこちらに食べに来ていただいて、はい、ぜひともこの旭川らしい醤油ラーメンとこの焼肉丼というかですね、うん、このあたり、まあ、おすすめ、北海道の豚丼的なあれですね、はい、おいしいです。まあ、あとおもはやし気になる、おもはやし気になりますよ、ね、これ、うん、おいしいですよ。あとハンバーグがほんまにそのでかさなんかも気になるし、そうですね、はい、あとはこの特盛り、特盛りというのが非常に、うん、だってわざわざ別にサンプルを置くぐらいですもんね、はい普通と特盛りとね、あとはね生ビールがこれソラチ1984という上富良野で採れたホップがアメリカに行って評価を受けたそのクラフトビール系なんですよ。それを札幌ビールが出してるその生のソラチ、だからこのソラチ川とかこのソラチっていう地名を取ったビールってことですか。ビールでこれ美味しいです。なるほど、これなかなか生ビール出してるとこないですから、うんうんうん、はい、いいですね。ぜひとも今後よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ次行ってみましょう、はい、行きましょう。あ、でここにトイレがあってね、はい、手洗いがちょうど真ん中にあって、はい、じゃあ向こうから行ってみましょうか、はい、そうですね。あ、またこの向こう側の景色がいいわ。え、このね、はい、実はここがですね今年工事が入ってここ芝生の公園になって、あ、そうなん、子供たちが遊ぶ遊具広場がここにできます。いいですね、で楽しみやな。夏の間だけですけど仮設のプールができてそこでカヌーが漕げる、来年は漕げます。いい、はいはい、もうラベンダーは植えないんですか。ラベンダー、ラベンダーはね、向こう側 に, 向こう側に、広く植えてるので、はい、あのホテルのそばにもラベンダー畑作ってますもんね。目の前にラベンダー園が広大にあるの で, す、ね、はい、で先ほどおっしゃってた、はい、ここがここが、肉どころあかりさんです。そうですね、はい、ちょっと今、はい、グランドオープンのために改装してるんですけどこちらが ね肉屋さんが経営してるお店です。でここはもうステーキとかそれからワイン、それに、カツサンドとかあれでして、はい、でホテルの朝食もうこちらのカツサンドが出るというのを聞いております。はい、いや楽しみですね。やっぱり肉屋さんがね、肉の専門家が料理してるっていうことで肉の品質には ねやっぱりこだわりがあるありますので美味しいです。期待できますね、はい、はい、でこちらがビストロのさっちゃんさん、でこちらは一番のあれは鹿肉のカツカレーとかですね、こっちには、こっち今載ってませんね、すいません、はい、カツカレー、中でも食べれるってことですか。食べられますね、それからこういう芋団子とコロッケとかこの辺はテイクアウトで手頃にね、はい、食べられるものをされてます。そうですね、で今ここにメロンがありますけどこれもね、はい、実はねこれお漬けメロンなんですが、うん、これがもう少し大きくなるとあの有名な富良野メロンになるんです。はい、で夏の間、ね、メロンの販売もここでされます。あ、そいつかぐらいでメロン、うん、カットメロン、メロンカットしたとこう食べることができるという。メロンもテイクアウトで、はい、いいですね、テイクアウトできるんで、ここのね外のテラスもねあの席もありますので食べれるし、はい、ああいい、うん、北海道トウモロコシいいですね、はい、だからその、まあ、道の駅的ないろんなこうスナックが食べられるお店です。いや、はい、楽しみにしてます、はい、すいません、ありがとうございます。あ、でここはここね、ここで、はい、あ、これがさっきおっしゃってた、はい、エゾカツ、エゾシカカツカレーね、鹿肉のスープカレーか、鹿肉の骨ラーメンとかですね。あ、鹿骨ラーメン、はい、鹿肉スープカレー、へー、はい、いやいいですね、はい、あ、バタジャガが入ってるラーメンもあるし、ラーメンもあります。はい、さて、でここが先ほどここですね、星沢屋さんと言いまして、はい、北海道で一番有名な料理研究家の先生で、はい、もう30年以上毎夕方テレビに出て料理を作ってるという星沢先生のふるさと店、星沢先生はこの町ご出身で、あ、そしてこう道の駅ができた時にお店をやろうということで、はい、はい、ということで、こんにちは、
お邪魔します。はい、先ほど来ました。お邪魔します。はい、でこういうできるだけあれですよね、無添加でとかおにぎりも産物付きのお米を使われて、ものすごく、もう僕もこの間食べました。本当にあの北海道のお母さんの味という、いやめちゃくちゃ美味しそう。そうですね、ライスコロッケ。せっかくだったらこの南部揚げ、この芋餅食べてみません？あの芋餅いただけますか？はい、これね、北海道の人たちにとってみると、おじいちゃんおばあちゃんからするとね、あの戦時中とかもう70年前ですよ、はいはいはい、大王食って言って、お米がない頃の食べ物 で、ね、昔の人たち恥ずかしいっていう感じ、はい、なんだけど、ここのやつは本当に美味しいし、それから茹でた芋にでんぷんを入れて、それでお餅状にしてこういう風に揚げたりとかするんですけど、はい、あのこの町にあの映画ポッポ屋、はい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 、の映画の高倉健さんがこれをすごくあの好んで食べたいそうなんですか。はい、これが撮影のロケ地にもなっているんですよね。はい、そうですね。はい、この芋餅はお姉さんが揚げてくださってるんですか？うわお！ちょっとね、100倍美味しい。ちょっとこれはここでしか食べられないんで、ですよね、もうこの間食べてすごい美味しくて、なんでちょっとおすすめで一つ。これやっぱりあの星沢さんのこうレシピ、レシピですよね。なんですよね。で、これ中でもこう食べさせていただけるってことですかね、座って、はい、ならちょっといただきましょうか。ょ、ありがとうございます。お塩と甘いタレと酢味噌で、3つ分かれてるやん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっといただいてみましょうか、はい、さあ小林さん、ハムずつ食べませんか？いやいや、もうあのそれでもういっぱい食べてますんで、まずそのお塩でシンプルに食べていただいて、で甘いのがまあ定番、はい、甘じょっぱいのが定番にすると定番ですけど、さあ僕の語彙力抜群の、お、もちもちでしょ、もちもちふわふわ、めちゃめちゃ美味しいですわ、はい、芋のお世辞抜きに美味しいですよこれ、うん、芋のねシンプルな味がしますよ。いやほんまですね、うん、だからこれをでも昔の人は大洋食だからなんか恥ずかしいって気持ちで甘いですけど、でも本当にねこうやって食べると美味しいし、北海道らしい食べ物ですよね。もうカリカリ言ってるのは多分もうマイクでもう入ってるはずよこれ、めちゃくちゃ美味しい。酢味噌は珍しいですね。酢味噌あの味噌がすごい美味しかった。甘じょっぱいところまでが大体みんなよくやりますよね。酢味噌、酢味噌一番右ですかね。でしたね。いただきます。はい、美味しい。はい、美味しいですね。酢味噌もなんかすごい、なんか普段食べるなんか酢味噌とちょっと違う。すごい酸味も。ねえ。いやいやいや。ほんまになんかさっぱりしてる酢味噌ですね。美味しいですわ。居酒屋さんとか行くと今もう芋餅という業者さんが作ったやつとかもあるんですけども、ここはねちゃんと手作りされていて、業者さんが作ったようなやつ大量生産になって本当の味がしますよね、芋の味がして。これが350円で2個3つで350円、中に鹿の佃煮が入った南部揚げっていう芋餅。へえ、あ、それも芋餅なんですか、南部揚げも。佃煮を揚げたものなんですけど、あの南富良野のことを南富って言うんですよ。上富良野、中富良野、富良野の南富良野なんだけど、はい、でそれをみんな上富良野は上富で、中富良野は中富。なるほどなるほど。南富だとなんか抜けるので、うんうん、南富っていう。なるほどなるほど。その方がね、あ、それで南富なんですか。はい、だから南富カレーとか南富揚げとかそういう。あ、そうなんですか。はい、僕はめっきり天ぷらのプーなんかな思います。南富良野の揚げのことなんですね、はい、南富揚げ、南富良野の揚げです、ね、いやーこれはもうほんまに美味しいし、お姉さんが揚げてくださってるんやと思ったらもう100倍美味しい。小林さんにご馳走していただいたかな思ったらもう100倍美味しい。はい、ありがとうございます。何も何も、こっちを食べてみて、実食、うん、そのまま、いやいやそのままそのまま、はい、取ったままでいいよ、食べてみて、ほんまに美味しいわ、取りながらやから取りながら食べる、あ、もう一食で行きたい。想像の
そうですね、じゃがいもの香りというかね、うん、がして、あ、じゃがいもってこういう味だったかみたいな、ね、いや、芋餅ってあのたまに本州の方でも出すお店とかあるんですよ、あるんですけど、そことちょっと全然ちゃいますわ、うん、もっとパサッとしてる感じやし、ここのすごいなんかふわっとしててね、で多分その衣というか、なんかその揚げてるあれが美味しいですよね多分。うん、あ、まあ、衣っていうかその使われてる油とか、なんかその辺が無添加というか、うんうんうん、ね、さっぱりしますよね、うん、美味しいやろ。喋らんのかい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃ親指だけ映った。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いや、美味しくいただいて、はい、じゃあ次は餅屋さんに行きます。すいません、はい、ありがとうございます。すいません。くにゃくにゃくにゃ。すいません、お邪魔しました。ありがとうございます。さあ、あ、ここあれですね、小林さん、さっきの、はい、あちらの道の駅の方から、はい、そうですね、ここ道の駅のある勝斎というとんかつ屋さんが、6月の下旬もうそろそろ移ってきますね、あちらからこちらに移ってくるということでね、はいはい、ここも本当にとんかつ屋さんで修行したマスターが作る、はい、いいですね、とんかつです。はい、はい、じゃあこちら、で次がカフェ寄り道、はい、寄り道しちゃいましょう。寄り道しちゃえ、はい、そっちからこう寄り道しちゃえ。でこちらは昼がクレープとか、昼がクレープ、はい、それからソフトクリームとか、はいはい、夜はあのスペイン風のバルになるんですよ。あ、バルになるんですか、はい、でこれは何味なのかな。これはね、あ、6種のベリーとミルクソフトクリーム、はい、いいですね、はい、でナンプバーガーとかね、はい、ちょっと行ってみます、はい、お邪魔します、はい、すいません、ここに来るとですね、なんかあの、南フラノにスペイン風バルガっていう、確かに、はい、ちょっとおしゃれな空間がやってきました。はい、ほんまですね、はい、でこの席でこうちょっといただくこともできるという形 で、 ね、はい、でこちらにメニューなんかもたくさんあるわけですね、はい、あ、種類も豊富なんや。そうですね、クレープがデザート系のクレープからちょっと食事になりそうなサラダクレープまで、で先ほどの外のナンプバーガーとかがあるわけですね、はい、へ、いいですね。で中でどういったものを食べるか、ね、中のすいません、飲み物、夜のメニューなんかは見せていただくことできます か、 あ、 ありがとうございます。あ、こういうのを提供されてるということですか、はい、へ、これ2名用でこういう感じ で、 で、ね、はい、本日のおつまみ盛りとドリンク2杯、はい、でドリンクに関してはその日お任せでビールか、あのグラスの赤字の、そうなんですか、はい、なるほどなるほど、はい、ソフトドリンクなんかもあるのはあるんですか。はい、あります。なんかいろいろセレクトされた、めちゃくちゃ種類ありますやん、はい、あ、こういう感じで普通のジンジャーエールさんとか、この間もちょっとアヒージョとか、はいはい、カルパッチョとか、あ、ほんまや、カルパッチョとかもありますよ、ピンチョスとかあります。いや、いいですね、はい、なんかいや、ホテルがね、とにかくレストランとかがないんでね、はい、ホテルに宿泊者の方がね、こういうところにお食事ね、来ていただけたらいいなと思います。夜は何時までしたっけ。8時最後。あ、8時までされてるんですか。いやいや、もうそれやったらもういいと思いますわ。あの他の道の駅シリーズのホテルさんとかで、まあ、大体ね5時ぐらいに終わられるところとか結構多いんで、食事がね夜もちょっと遅くなると食べれなくなるので、はい、この上田さんのお肉屋さんも、はい、一緒に夜やる。あ、そうなんですか、はい、いやいや、楽しみにしてます。こういうバルとかが楽しめるし、はい、道の駅というかホテルからも歩いて2分3分ぐらい、うん、そうですね、もうすぐですもんね、はい、ぐらいなので、はいはい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。どうも。さて、ね、ここはねお餅カフェさんということでね、はいはい、これまた変わってる。そうです、ね、何ですか、お餅、芋餅ですか。うんとね、ここはね実は南富良野町の下金山というところが白鳥餅というもち米専用のお餅の産地なんですよ。ほうほうほう。地元のもち米を使ったお餅屋さん。あ、本物のお餅なんですね。そうです、そうです、はい、その上こうお餅屋さんなんでいろいろなお茶とかですね、それかそういうのもこだわって出してます。へえ、なるほど。ちょっとこっち側だけ、はい、はいはい、あ、でこういう感じのメニューがあるわけですね、はい、白鳥あん餅。そうですね、あん餅で、いや、磯辺焼きいいね、はい、串団子もあります、串団子、はい、でお茶もかなり、ね、お茶、玉ね茶とかこだわりがありそうなお茶ですよね。グラニータというですね、何かと聞いたらなんかフラペチーノみたいなやつらしいですよ。グラノーラみたいな、なんかグラニータ、はい、こういう
蜂蜜ソーダとかいろいろちょっとこだわってしたものを出して、はいはいはい、ね、夏はかき氷もされるってこといいですね、はい、メロンかき氷とかすごい良さそうですね、はい、はい、でこういう感じで、はい、地元のね、特徴餅というお餅を、もち米でやっております、使われるわけですね、はい、もうホテルに、ね、泊まられたお客さんが多分たくさん来られると思いますんで、ぜひ ね、あのご馳走していただけたら、ご馳走やったらおごってるみたいになるかぜひ提供していただけたら、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでぐるっと回ってみましたが、はい、町内には他にで、ね、釜焼きのピザ屋さんとかですね、もうあるんですか、はい、ピザ屋さんがあるし、それから昔ながらの食堂で、はい、あの味噌ラーメンとか豚丼が美味しい店とか、それからあと、実はですね、昭和の文化スナックが3軒ありまして、はいはいはい、はい、現役でスナック3軒ありまして、ああいいですねスナック、夜のお店食べた後もそういうお店ではいはいはい、はい、で中で一軒素晴らしいお店があって、そこは信用金庫をそのままリニューアルしたん で先日もちょっと行ってきましたけれど、ビップルームがありまして、それが金庫室でこんな厚い壁、こんな鍵がついてまして、そこを取り抜けないと入れないというところで信用金庫がリニューアルしてスナックになってる、そう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 、そのそのママは実は元シンキンガールだった子がスナック、シンキンガールがスナックのママで、で買収したというですね出世物語みたいな、いやパワーワード盛りだくさんすぎて、そうそう、あのその建物を、中古の建物を買収して、そのリニューアルして、はい、で、金庫室が、ビップルームという、それ何時まで営業されてるんですか。この間はでも12時近くまで行きました、ね、ああ12時までやってされてるんだろう、ね、ここから先は続くで行きますか、ね、いやいやいや別取材行きますか。めっきり信用金庫上がりやからむちゃくちゃ早い時間にしまうのかな。いやいや、その辺は頑張ってあるんですね。はいはい、スナックがありますね。そういう、まあ、あの朝も今とんかつのサンドの話も出てきてますし、うんうん、それから昼はいろんなラーメンとか、ね、まあ、いろんな食事あるし、夜はそのピザ屋さんとかで、ね、今他もあるし、はいはい、ここもあるし、まあ、そしてその後のスナックライフまであるという。いやいやいや、いいですわ。はい、ホテルに泊まってモンベルで買い物して、はい、でこちらで食事もしながら、はい、空地側でラフティングするもよし、はい、そして、うん、夜は信用金庫のスナックに繰り出すもよしということで、いやいや本当に小林さんのおかげで、はい、あのいろいろ詳しくご紹介いただきまして、はい、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆さんぜひ来てください。会いましょう。はい、ありがとうございます。さあ皆さんやってきましたよ。本日はね、2022年6月23日ということでございまして、さあ何の日だということでございますが、フェアフィールドバイマリオット北海道南富良野のね、本日開業日ということでございまして、フェアフィールド道の駅シリーズというのがね、積水ハウスさんがやってるんですけれども、そこのね18軒目のねホテルということで、めでたく本日開業いたしました。おめでとうございますということで、じゃあ今からねチェックインしていこうと思っておりますので、カモン。さあ体温ね、あいいですね、おいいいいいい温度だ。さあやってまいりました。あこんにちは、ではではチェックインをね、ちょっとよろしくお願いできますか。いつもの通り、道の駅シリーズのね、オペレーションマネージャーの辻田さんとね、支配人の富山と申します。よろしくお願いいたします。 Hey Tommy check please と、宮崎さんですか。チェックインしていただきますんでね、よろしくお願いします。いやほんまにいいところやねここね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、はい、どうも。本日チェックインを担当させていただきます、はい、宮崎と申します。はい、お願いします。ご予約いただいております内容のご確認をご一緒に。はい、はい。本日よりご予約1名様、はい、キングルームでお予約しております。はい。登録いただいておりますご住所、お電話番号、E メールアドレスにご連絡、間違いはございませんか。はい、大丈夫。はい。はい、こちらとホテルの予約と禁煙ポリシーでございます、はい、ご了承いただけましたらこちらとこれから2つ目にチェックと最後にご署名をお願いいたします。へえ、むちゃくちゃスムーズ、さすがメイちゃんなんでしたらダメしてねーってはい、ありがとうございます。はい、本日も
はい。ほんでここはウェルカムアメニティとかなんかそういうのは500ポイントか何か選択できるのかな。500ポイントか、うん、はい、南フラノで取れたジャガイモ、おジャガバターじゃなくてバタジャガを3個セットもらえるということで、あ、ほなバタジャガの方お願いできる。ここは飲み物じゃないんやね。奈良とかやったらコトカサイダーとか、長沼やったら何やったかな、何サイダーやったかな。エニワはエビスクンサイダー、あ、そうそう、エビスクンサイダーや。長沼なんやったかな。九条はプリンです。あ、意外と食べ物でも攻めてきてんねや、はい、飲み物ばっかりじゃなくて。郡上プリン、おお、いいですよ、いいですよ、これはバタジャガということで、これ3種類味があるの。あ、カレー味もあんねや。醤油味と、こいつがこれは何味、これシンプルかな、オーソドックスタイプ。 どれをあんしてくれんの、どれがああああ3つ同時にあんしてくれんの。いやいや、これはいいですね。じゃあ500ポイントかこれを選択できるということでね、うん、ぜひね皆さんね こっちをねいただいて、バタジャガを選択してみてはいかがでしょうか。そしたらね、あとちょっとこのマーケットプレイスの方を案内していただいて、カムサハムニダスムニダそこ韓国語で言ってほしかった。かしこまりましたやったら なんて言うの。はい、お願いします。なんかおすすめのもんとか、売ってるものに関してはだいたいなんかこういう感じのもんになるんやね。こういう、まあ、価格表がこういう感じにリスト化されてて、前までやったらそれぞれになんか値段を書いてたけど、今もこういう感じになっててね、うんうん、おすすめどうでしょうか、メイちゃんのおすすめ。個人的なおすすめはまずこのこちら、クマササ茶なんですが、南富良野町のお茶でございまして、うんうん、体に良いそうです。クマちゃんがもうお尻向けててもうかむちゃ可愛いね。あとはこちらのミニトマトジュースが、トマトジュースが苦手な方でも、うん、飲めるような飲みいただけるもので、そこまで入っていないんですが、とても甘くて美味しいです。こんな色のね、あ、すごいわ、はい。で、例えば、あ、これもクマササちゃんね。でお酒でとかで言うと、こういうフラノメロンとかガラナハイボールとかもあるよね。この辺とかでなんかおすすめとかある？うん、これなんかあれやね。これあれやろ？フラノちゃんやろ？みなみちゃん。みなみちゃんかしてんねんで、ほら、ここちゃんとカーリングになってて、ここトウモロコシで、ここ人参になってて、でこれが何やったっけ？あ、そこそこそこ、そういうのが混ざってるやつやね。耳もじゃがいもなってんの。耳じゃなくて、あの、ヘアゴムです。あ、これ耳にしたらちょっと離れすぎ、ちょっと耳でかすぎ。そうそうそう、みなみちゃんね、はい、のこういう、うん、置いてて、あとこういうなんかもち米のパスタとか、これ変わってるよね、このちょっと割り箸チックな見た目のね。そうそうそう、これで束にしてこう挟んでバタジャガを食べるもよし。乗ってくるね。で、まあまあこの辺がなんか蜂蜜とかなんかな、うん、蜂蜜って書いてアカシア蜜とかって。あと、まあまあフラノといえばラベンダーが有名でね、こういうラベンダーの香りがするものとかもあったりしてっていう感じになってますんで、価格表はもうこういう感じになってるんで、まあまあ、あの、決済に関しては、現金は無理で、クレジットカードか、IC 決済のみということでね、っていう形になってますんでね、皆さんぜひね、こちらのホテルに来ていただいて、ぜひなんかね、買っていただいて、お部屋でお召し上がりいただいたらどうでしょうか。本日はありがとうございました、めいちゃん。イエーイ。さあ、じゃあ今からね、はい、支配人の富山さんにね、はい、アートをね、ちょっと、ね、はい、いつも通りのこの道の駅プロジェクトのこの9つのね、はい、アートを案内していただこうかと思いますので、はい、お願いします。はい、お願いいたします。はい、まあ、基本的にあのここら辺南富良野
だけというものでもないんですけれども、はい、例えばポッポ屋のロケ地とか、おお、ポッポ屋のロケ地ね、はい、こちらに関しては実は南富良野ではないんですが、お隣の富良野のこちら雪の風景になります。でこちらなんですけども、こちら南富良野のここから10キロくらいで金山湖の、うんうん、はい、写真でございまして、こちらの朝の風景なんですけれども、実はそこのですね、正面まっすぐ行っていただいた、はい、あの工場の横の道をまっすぐ行っていただいたところにこの写真と同じ風景があると聞いております。私もまだここ発見できていなくてですね、地元の方もまだあまりわからない。これは何が咲いてるの？これがですね、ススキですかね。あ、ススキなの、はい、なるほど、はい、うん、であとはまあこちらとこちら同じなんですけど、まあ、ポッポ屋のロケ地のイクトラ駅、はい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 、あとはこちらは6号こちらも北の国からの撮影地ではあるんですけども、うん、6号の展望台でございます。で、あと南富良野町はラフティングとかアウトドアが非常に盛んなので、それがこの川、あ、川の映像でございます。空知川とかではないか、はい、こちらがシーソラプチ川という川になります。シーソラプチ、はい、ちょっとアイヌ語なので、あ、はい、そうね、ちょっと聞き慣れない単語が出てくる。空知川ではないや、はい、シーソラプチ川でございます。シーソラプチ、はい、はい、でございます。おい、あとこちら最後こちらの写真なんですが、こちらも今もう全国的に有名になりました美瑛の青い池、ちょっと今これ写真白黒なので青くは写っていないんですけれども、ここが青くて、はい、青くなります。でしかもこれ中からこれ木が生えてる感じ、元々の人工のダムなので、はい、そこがな、青く見えるという、その水の成分から青く見えるというところから始まっておりまして、今もすごい観光地になっておりまして、昔は本当に砂利道しかないようなところだったんですが、マングローブではない、あ、違います、はい、はい、以上がこちらのフォトアートの説明でございます。OK、いろんなやっぱ撮影地になってるというのがやっぱり、はい、注目はされてるところやね。 OK、はい、じゃあカモン、こっちで、こちらは地元富良野周辺に活動されている作家さんの、はい、作品でございまして、まあ、本当に地元の作家さん、まあ、実はこちらの写真撮られたご夫婦という方もあるんですけれども、あ、そうなん、はい、ガラス細工、ちょっと美瑛の方にも、うん、美瑛方面にもガラス細工で有名なところもございまして、まあ、キツネとか、まあ、北海道といえば木彫りの熊でございますので、その作家様の作品が並んでおります。木彫りの熊なんか普通黒やで、そうですね、白で攻めてくる感じがすごいよね、はい、でこれもよく見たらめちゃくちゃ綺麗よ、はい、ガラス細工で非常に綺麗に、中にこう気泡を綺麗に織り込んで、はい、これ逆にどうやって作るのよそうですね、はい、だってここのラインだけにこう気泡をさ、はい、上手に入れてるやんか、はい、でこの写真撮られた方がこれも作ってるの？ではなく、はい、これがこの作品の、あ、これの作品の、はい、あ、そうなんだ、はい、ご夫婦だと思います、これは何かわかる勉強不足でテトリスではないやろテトリスではないやろ、はい、フェアフィールドのなんかあのテトリス置いてるところもあったもんな置いてなかった、郡上、郡上はなかったです、郡上はちょっと違うものが、あ、そうかそうか、下駄とか、あの郡上踊りの下駄とかが、はい、これなんかは何なの、これ炭でできてるやつのかな、かな、かな、こちらなんですけれども、北海道の、まあ、広葉樹を作った木材を回転させながら、もう書いてある通りなんですけど、形を作り出していくウッドダーニングとして丁寧に仕上げられていると。え、これ焼き目入れてんじゃないの、はい、そうですね、なんか炭っぽくな、はい、なあ、へえ、でこの辺の書物とかもいつも通り、はい、手に取って見させてもらってもいい感じかな、はい、大丈夫です。でこちらが先ほどあのお隣のフォトアートだった、ほんまや、はい、青い池、こんだけ青いんや、はい、私そこまで青くなってるとかあんまり見たことないですけど、これはあれちゃうの、あそこの写真はもう第2期からカラーにしていきますみたいな感じじゃなかったよな一応白黒できましたね、はい、第3期でもまあ白黒のままいくかもしれないな、はい、こういうのもあってね、はい、以上でございます、うん、はい、OK、で館内のこの辺の、はい、まあいつも通り、はい、第2期から新しいコーヒーマシンに変わって、はい、ね、でアイスペールが、はい、ございまして、であとこの辺はゴミを、はい、ちゃんと分けてね、はい、別して、で、あとお味噌汁、はい、そうですね、はい、同じでございます、ほうじ茶一緒ね、はい、なんかコーンスープとか置かれへん、何のとこ私はまだ聞いてないんですが、なんかこういう粉末タイプのなんかコーンスープみたいなのあったら、はい、それはそれでまたいいよ ね、はい、でこういうマシンがあって、これはいつもどおりね、はい、レギュラーコーヒー、はい、アメリカンコーヒー、カフェラテとかができて、はい、でアイスはここから自動供給されながらの、はい、東芝のトースターとオーブン、はい、オーブンでございます。
電子レンジ、ね、今回から、はい、第2期から強力な最大1900ワットの、あ、1900ワットも出んねや、はいはい、なのでここに、はい、使用方法、すごいな、はい、これはあれじゃん、もう1900ワットドライヤーと一緒につけたら多分ブレーカー飛ぶやつ、はい、で今日ちょっとあいにくな雨なんですけど、うん、そうやね、ここが本当は一番南富良野で一番のおすすめではあるんですが、テラスはもう晴れれば目の前にスキー場と、あとはラベンダー畑、うん、ちょっと今年はまだ植えたてなので、うんうんうん、咲かないんですが、これ、5000株ぐらい植えてる、5000株でございます、ね、すごい、今年は1000株ぐらいが咲いて、1000株くらいが咲くだろうと、来年には5000株、5000株が満開になると聞いております。そうやったらむちゃくちゃ綺麗やろうね、はい、であのあっち見たら、はい、道の駅さんがもうそこのね、徒歩もう1分2分のところにさようでございます、あってあそこに見えてるのがモンベルさんやね、はい、モンベルさんの施設とこう見えててね、もうすぐ歩いていけば、はい、ね、お買い物や食事もできるし、はい、モンベルさんの中にもほんまにそうです、あの食べ物屋さんいっぱい入っちゃう、はい、とんかつ屋さんとか、はい、レストランもあるし、まだまだ仮営業ではあるんですけど、そう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 、はい、肉屋さんもあるし、はい、そうですね、7月以降お楽しみいただけるかと思います、ね、はい、で晴れてたらこのテラスでもそうです、ね、席が1234で、あのあそこでこう なんていうかな、こう寝そべれるようなやつもあってね、はい、っていう感じで、ほんでこれ冬になったら、はい、あそこスキー場が見えるんじゃない、はい、スキー場です、だから山に雪が相当積もってるってことやね、はい、だから相当綺麗やろうなとか、ここからあの有名なスキーリゾートの本当中心のような場所なので、うん、フラノプリンスホテルのスキー場さん、あとトマムリゾートさん、サホロリゾートさんも大体ここから 3,40 分圏内で、まあ、ちょっと冬の道路状況にもよりますけど、あそこはもう本当に南富良野のスキー場なので、あそこはまあもちろん一番近いですけど、なるほど、はい、この辺でアクティビティっていったらどういうもんがあるんだろう、ラフティング、やはりラフティング、ラフティングやね、はい、圧倒的にラフティング、うんうん、あとはまあいろいろ体験できるものも各種ございますので、うんうんうん、本当にもうラフティングとして非常に有名な街です。やっぱラフティングカヌーとかなんかその辺あたりがダントツ有名、ダントツに、はい、この辺で言うと例えばパラグライダーとかは何、はというよりもやはり川関係の遊びとか、あ、やっぱ川関係なんだ、はい、あとは体験型ですかね、電動アシスト付き自転車とか、お、はい、セグウェイとかはないの、セグウェイはないですね、あ、はい、なるほど、あの辺の山からここパラグライダーここまで飛ばしてくれたらここで着地でここ、いやいや、音を上げてくれたら俺そのパラグライダーでパラグライダーチェックするっていうかここ開けとったらこっから、はい、ここから勝手に人入ってきたらどうすんの、はい、あ、ここは深夜施錠させていただいておりますので、いや昼間昼間はまあこれだけの景色なので、はい、昼間勝手にここから一応あそこにもゲートがありますので、はい、あのゲートでセキュリティはバッチシ、深夜時間帯は完璧ですあのゲートで昼間もセキュリティはバッチシ、あそこでまず止めて、はい、でここの扉からはもうチェックインできひんよ、はい、いやいやけどそれぐらいもうのどかなところやから、はいね、あれぐらいでも大丈夫ですよ、はい、いやいいところだよね、はい、でここは相変わらず、はい、ここはいつも通り8人、はい、変わりなく、ね、席になってて、はい、USB と電源もある席でここでここで虫さんには成仏してもらいつつ、はいはい、ここのロビーでね、ここも変わらずですね、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人ぐらいね、はい、座れるということで、はい、でこのライトは相変わらず、はい、絵には長沼と同じでございます、ここ共通のね、はい、このちょっと雪山を模したようなね、はい、電気の傘がね、はい、あるということで、いや非常にねいいホテルができたんじゃないでしょうか、ね、はい、なんか稼働率もなんかすごいみたいで、はいはい、もう皆さん頑張っていきます、はい、やっぱこの時期はやっぱ北海道皆さん来られるよ ね、はい、うんっていう感じになってますね、はい、皆さんもぜひ来てくださいね、お願いいたします。